おっす。食った。面白い。はい、おはようございます。今日は朝から大江川やってきました。ちょっと風あるねっていう。無風やと思ったらちょっと風あるんですね。ちょっとトップでやっていこうと思ったんですけど、微妙かな。とりあえず引き波を立てるローザンテペルジェでやってきます。いい感じにね、増水してる。水面を。ちょっとやっていきます。いや、風がね、風が強い。意外に風があった。お、なんかいるな。ベイト溜まってる。出ろ。出てくれ。はい、アシュラ、ミノーですね。ジャーク系のミノーで行ってきます。で出ないんで沈ませる。全然トップで出てねえわ。魚跳ねてねえよ。お、食った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 。足ろ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 。足ろ。よいしょ。イエーイ。足ろ。フィッシュ、マッシュルフィッシュです。さあ、釣れてくれた。はい、続いてはウォーカーウォーカーの、メタボだったかな。でちょっと表層を横横の動きで岸にぶつけていこうと思います。そっちそっちそう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 、めちゃくちゃね、バックスライドの幅がすごいんで、めっちゃ横に行ってくれる。初心者でも動きが出せやすいですね。めっちゃ横行く。ちょっと芋煙だけ投げてみようかなと、ここへやってきました。あれ
ベルトが効いてる感じがするな。はい、移動してきました。で、基地際、壁際をドーン、ドーンでいきます。とりあえずこの護岸沿いを、これで、日が差しちゃってるけど、多分これ逆の方がいいんだよね。対岸行った方が、影になってるから。多分、普通にここね、さっきね、ちょっと、水深を調べたら結構深くて、思った以上に深いんだよ。リアリスピンでできます。ちょっと沈ませて、はい、ネコリグでいきます。3D ワッキーの 1.3g ちょい抜きを狙っていこう。やったわ、きしやがった。ママ。あ、ちっちゃいちっちゃい。よっしゃ。いいっす。やべ、OSP でだ。はい。3D バッキー。ちっちゃいな。引いた割にちっちゃいな。 3D ワッキーのネコリグ 1.3g。 岸際でしたね。岸際に行ったやん。岸際か。はい、スナックレスネコで 1.3g の進化を入れた 3D ワッキー消し際でした。消し際やん。もう落ちパクっぽいんだよな。はい、ここから向こうは釣り金エリアです。はい、
高い何気に。ギルおんねん、これで。まあ、当たりあるだけいいか。おっしゃー、まあ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 、そうです。よいしょ、よし、ナイスフィニッシュ。イエイ。あ、ミス、ミス、三十アップか。あ、来たね。ミス、ミス、ミス。イエイ。沖のブレイク。いいね。さあ、セーキュー。うん、うん、ウィッス。OSP の 3D 脇モーニングドーンカラー釣れます。いや、映えるんだよね、モーニングドーンって釣れた。マジ映える。ちょっと帰りがけに気になるところがあったのでやってみます。よし、おお、よっしゃ。面白い、面白い出方した。結構ギリ、よし、おお、よいっす。映えるよね、 3D ワッキー猫。上でちょんちょんしたら下からブワッて。
最強。えぐいな今日。はい、3D ワッキー釣れました。シンカー飛んでったな。シンカー飛んでっちゃったな。終了。やべ、遊んだったら来た。5本目。やべべ、しゃべった。バカバカバカ。よしよしよし。よいしょ。いいサイズアップ。よいっす。もうシンカーでね、シンカー飛んでったんで、もうシンカーでやってたら来たね。うお、めっちゃ綺麗です。やばっ、マジ来るげ。めっちゃ釣れるわ。3D バッキー。やべえ。